大賀さん、を擬人化して捉える限り派。俺は自由にやりたいんだ。逆らったら、殺すぞ、などなどの罵詈雑言は相手から返っては来る。そこに、憤りを向ける正義、そこにまだ、カルトは何かの足場を置いてるわけだが。自由を妨げる許し難き暴君。人間の感覚ではもう、判断しきれない。相手の反応は、つまり、大賀さんの反応、自身がそこから受けた屈辱をそのまま批判者らへ八つ当たりしているだけで、意識をそこに向ければ多少は理解もできるが、比較はできない。それは相手も同じだ。相手の不満は、自分の意向が理解できないパワーで抑止されるそこにあり、その言葉は主観では、貴様何様だ、そんな？しかし、本当にそれは、大賀さん、その返答なのだろうか。その先に見えない邪悪がないと誰が言える。